先月、意味が難しい岐阜の方言ランキングが発表されました。それがこちら。熱々を意味するチンチンや両替を意味する壊すなど、名古屋と共通する方言がある中、1位になった方言がクロニエル。この岐阜の方言に愛知県民は。愛知の方ですか？はい、愛知です、はい、何の言葉だと思いますか？食べ物？食べ物、どういった食べ物だと。クロニエル、え、なんだろう、パンとかクロワッサンみたいな。クロね、全然わかんない。なんか予想でも全然いいですよ。スポーツ選手とかにいそうとか。クロニエル。じゃあどこ？サッカー。サッカー。サッカー。ブラジル。クロニエル。わからん。なんかさ、名前にさ、何々エルみたいなつきやん。なんか名前のなんかなんか呼び名みたいな感じ。あ、あだ名の最後に。あ、そうです。何々エルみたいな。ということで、名古屋の街で調査した結果がこちら。意味を知る愛知県民には一人も出会えませんでした。そう、ね、実はクロニエルという岐阜の方言、打撲などで内出血したいわゆる青あざの意味だそうです。しかし、なぜ青あざが黒でニエルなのでしょうか。そこで今日のあらゆるサーチはクロニエルの由来を大調査。向かったのは岐阜市岐阜駅。岐阜に住む皆さんにこちらの症状を何というか聞いてみます。どこら辺の出身ですか？出身は岐阜市。これ何て言いますか？クロニエルできとるよ、うん、あ、そう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 だね、ね、そうそうそう。早速出ました、クロニエル。他の岐阜県民に聞いても、クロニエとる、うん、クロニエタって言いますよね。言います。クロニエ、物心ついたらクロニエタとか親が言ってたかな。そうです、こけたりした時にクロニエとる、クロニエタとか要するにそう、こういう状態になった時に言ってましたね、うん、ということで岐阜県民67人に調査した結果がこちら。およそ9割の人が青あざのことをクロニエルと言い、意味は全員理解していました。すごい。ではなぜ黒でニエルなのか聞くと、黒じゃないくないですか？そんなこと言ったらさ、信号だってそうじゃない？じゃあなんで緑なのに青っていうの？ニエルってあるの？ニエルタンスかなんかガンってなったら、最初は薄くなってって、それがだんだん日に経つと濃くなってくるんだって。うん、だからそのこと言うんじゃないの、うん、それを煮るって言うんですか？分からん、分からん、もうそんな深く考えたことない。さすがに由来を知る県民には出会えず、そこで向かったのは岐阜市にある直美皮膚科。青あざは皮膚の症状ということもあり、梶田院長なら由来を知っているかもしれない。患者さんとかはどういうふうな感じで、うん、そうです、皆さん大体、まあ、ご高齢の方が多いんですけど、あの腕打ってクロニエができたとか、うん、あの足が痛くて見たらクロニエ出たみたいな、そういう感じで皆さん、うん、あの診察に見えます。なんでクロニエって言うんだと思う？黒っぽく濁っているっていうふうに私は解釈してますけど、ただあの詳しい起源はわからないです。黒は色のことだとなんとなくわかるが、ニエルの意味はわからないとのことでした。一体ニエルとは何のことなのでしょうか。そこで思いついたのがおでん。ということで、岐阜市でおでんを販売する花串庵の店主に由来を聞いてみます。青あざとかのことって、はい、岐阜ってなんて言いますか？はい、クロニエってよく言いますよね。はい、ニエルってなんだってなった時に、はい、おでんじゃないかとか、ニエすぎると黒くなるんで、打ったりなんかするとね、あざができるんで、クロニエって、そういう誰かがそう言ったかもわからないですね、昔の人は。青あざが煮込みすぎた煮物に似ているということから、クロニエルと言ったのではとのことでした。そもそもクロニエルは岐阜だけで使われているのでしょうか？確かに。
47都道府県に取材した結果、青浅のことをクロニエルというのは岐阜だけでした。しかし一県だけ似たような表現を使う県があったんです。それが和歌山県では打撲などによって、まあ、内出血をしたり、あざができたりするような状態のことをニエルと言います。そう、和歌山県では青あざのことをニエルと言うそうです。なんで青あざのことをニエル、ニエッタみたいな感じで言うんでしょうか。すいません、ちょっとそこまではわからないんですけれども、なかなか答えにたどり着かないクロニエルという方言。難航してます。そこで岐阜の方言に詳しい岐阜大学の山田俊博教授に聞くと、黒でいうとその、皮膚が黒くにじむというところから、うん、まあ、この黒という色は、まあ、分かりやすいと思うんです、うん、じゃあ煮えるって何だろうっていう時に、で、ね、で同じような言葉としては業が煮える、まあ、業を煮やすとも言いますけれども、うん、体の内部に存在しているこう、怒りというものが表面に出てくることを表現する、その時にも煮えるというのを使うんですね。つまり山田教授によると、諸説あるが血で皮膚が黒く見える黒と、内面から表に出てくることを表現するニエルから黒ニエルと表現したのではないかとのことです。